みんな、キューンはもうチェックしてくれたかな？毎週火曜、金曜、土曜の17時、TikTok で動画が上がっているので、ぜひチェックしてください。今日は、ルックブック、やるわよ。こんにちは、ももかでーす。はい、ということで皆様ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちなみに私ももかはですね、いろいろ、まあゴールデンウィークはまあ結構どこもね混むので、あんままあお出かけするって感じの予定はないんですけども、まあちょっと家族で家でゆったりできたらなと思っております。謎の私の高校は、あの金曜土曜と、あの祝日だったはずの金曜と、まあ、普通に土曜があの通常授業でして、で振り替えで、まあ、ゴールデンウィークがまあ6連休になるみたいな感じなんですけども、なのでちょっと楽しみたいと思います。まあ宿題いっぱい出されたんですけどもねはい、ということで今回はゴールデンウィークシーン別春のお出かけコーデあの春っぽい感じのねコーデを5パターン組んだので紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。こうやって髪の毛を取ってこうやってやると小顔効果。はい、というわけで、まず1パターン目のコーデはですね、まずはテーマはですね、まあ、江ノ島デート、まあ、カレピッピみたいな、まあ、もう高校生になったということで、多分ね、時期に彼氏ができてくる頃だと思うので、まあ、彼氏と、まあ、江ノ島デートということで、まあね、水族館デートでもいいんじゃないでしょうか、ということで、江ノ島デートです。はい、で、まず上がですね、こちら。こちら、エムズエキサイトでゲットした、ちょっとこのオフショルになってる、めっちゃ可愛いね、やつです。はい。で、ここのね、肩がこう出てて、ここがね、こう、クシュクシュとちょっとレースっぽくなっててですね。ここが、ちょっとね、ボリュームがある、こう、シャカシャカした感じの袖になってて、めちゃ可愛い女の子らしいやつですね。まぁ、ちょっとね、春っていうか、暖かくなってくる時期なので、ちょっと肩出しして、上に羽織るとかがね、ちょうどいいんじゃないかなって感じです。せーさい。はい、ということで来たらこんな感じです。見て、女の子っぽい感じになります。カフェでーす。みたいな。そしたら次、下。ボトムスはこちら。はい、こちらも同じ M's エキサイトでゲットした、このね、ピスタチオカラーのレザー風のパンツなんですけど、これめっちゃ可愛くって、前がね、こう紐があってね、こう前をね、こうリボンにしてね、結べるんですよ。めちゃめちゃ可愛いよね。形も可愛いし。じゃあ、いきます。はい。はい、ということで見てめっちゃ可愛くない？はい、ただこんな感じです。はい。で、次。そしたらこれにですね、まだね、ちょっと肌寒い時もあるので、羽織るものとして、こちら GU のね、半袖のブラウンのジャケットですね。可愛いよね、これ。これピスタチオカラーと結構ね、マッチングしますね。こう肩にかけてるだけでも可愛いかも。来たらこんな感じですね。めっちゃ可愛い。あ！くしおっと！次、靴がですね、こちら、アズールバイマージーさんでゲットした、このオフホワイトっぽいカラーのブーツですね。めっちゃ可愛い。で、こちら履きます。せーの。はい、ということで履いたらこんな感じです。ちょっと久々にこんなね、ヒール履いたからね、ブーツ的なやつ履いたからね、こんなつま先立ちみたいな辛い状態だっけって感じですね、なんか。はい、そしたら、バッグが、こちらですね。こちらメゾンドフルールでゲットしたトートバッグです。まあ、これはね、あのメゾンドフルールって言ってもあのアウトレットでゲットしたやつです。めっちゃ可愛いよね、これ。多分これね、ギリギリまだ使える感じの、まあ、もこもこなんですけど、春とかなら使えるので。使います。可愛い。ということで、1コーデ目はこんな感じでした。次。はい、ということで、2コーデ目はですね、BBQ でございます。はい、まあね、バーベキューに行くコーデということで組んでみました。まず上はですね、こちらはですね GU でゲットしたピタティですね。はい、ちょっと丈短めな感じのピタティで、ちょっと黒で縁取られてる感じです。まあ Y2K 流行ってるということで、まあ、そんな感じのやつですね。はい、ということで来たらこんな感じでーす。はい、そしたら次下がこちら。いやーん。はい、こちらもですね、GU でゲットしたパンツなんですけど、すごいこう、ツルツルした感じの素材の、めっちゃグリーンのパンツなんですね。超春っぽいっていうか、なんか、今年ね、すごいやたらグリーンが流行ってるっぽくて、まあ一応キューンのメンバーカラーでもあるということで、結構ハイウエストのパンツです。めっちゃこれ着心地いい。せーの。
はい、ということでですね、着てみました。で、私ね、身長156センチなんですけど、それでね、こちらのパンツ S サイズで、めっちゃびっくりするぐらいシンデレラフィットって感じです。めっちゃ可愛い。で、そしたら上に、またちょっとまだ肌寒いので、一応羽織るものとして、これは H&M でゲットした、このカーディガンなんですけど、このストライプ、しましまのデザインで、結構こう透かし編みみたいな感じのニットですね。で、着ると丈短くってめっちゃ可愛いの。うちこの組み合わせめっちゃ気に入ってる。こんな感じですね。めっちゃ良くない？で、バッグがこちら。こちらワンウェイのショルダーバッグですね。はい、可愛いですよね。はい、ブラウンの。はい、というわけでこんな感じです。で、靴がこちら。はい、こちらナイキのダンクローですね。めっちゃ可愛い、これ。せーの、はいはい、履いたらこんな感じ。ということで、2パターン目のコーデはこんな感じです。かわいい。はい、ということで3コーデ目のテーマはですね、まあ、いちご狩りに友達と行くというテーマでございます。まあ、次の学校はですね、実際にあの、私、ももかの、まあ、ももか編集の、あの、友達といちご狩り行くみたいな感じの動画上がってるんですけど、そこで実際に着てったね、あの、格好です。はい。まず上がこちら。はい、こちら GU のブラウスですね。で、ここ襟が結構ね、ヒラヒラしてる感じのめっちゃ可愛いブラウスなんですけど、これね、もともと結構肩がね、こう広くて、あの、結構ね、胸元開いちゃう感じだったんですね。だったのでね、ちょっとママにこう詰めてもらいました。無理やりちょっと詰めた感じなんですけども。店頭ではなんか S サイズしかなくて S サイズゲットしたんですけど、結構ね、胸元ガバ開きだったので、はい。ちなみにネットとかだと XS があったっぽいです。はい、ということで着たらこんな感じです。はい。まあ、これとこれはセットじゃないのでね。そしたら次、こちら。じゃーん。はい、こちらはですね、これも GU でゲットしたオーバーオールです。こんな感じの結構足が太めのオーバーオールです。ダボっと着る感じですね。はい、かわいい色だよね、これもまた。はい、じゃあこれ着ます。3。はい、ということで着たらこんな感じ。めっちゃかわいいよね。色合いがめっちゃかわいい。で、バッグがこちら。じゃーん。はい、こちらはコーチのショルダーバッグです。はい、めっちゃかわいいやつですね。はい、こんな感じ。で、靴が、こちらコンバースですね。カラシーのやつ。3。はい。はい、ということで、こんな感じでーす。キョーチ、いちごハム。次。はい、ということで来ました。ちょっとね、これオーバーオールだったらね、むずいんですけど、こんな感じです。かわいいよね、これ。そしたら、なんか、これ、こと押された人みたいなんだけど。そしたら、これで着ても全然可愛いですね。そしたら下はこちら。こちら GU のカーブタックパンツですね。はい。オフホワイトのやつです。メンズの S サイズです。3、はい。ビビリ。はい。ということで履いたらこんな感じです。可愛いよね。こう、上がぴっちりして下がダボっとしてるからね。華奢に見えるっちゃ見えるかな。そしたら次。下スニーカーがこちら。はい。こちらエアジョーダン1のミットですね。めっちゃ可愛くない？これ。緑です。ピスタチオ、若干ピスタチオっぽい色なのかな。せーの、はい、こんな感じ。かわちい、めっちゃかわいいですね。そしたらバッグがショルダーで、で、帽子ですね。帽子こちら。これね、あの、こちら横浜ビブレにね、ナイキショップがオープンしたということで、これね、そこでゲットしたやつなんですけど、めっちゃかわいくない？このちょっと何、カーキっぽい感じの色のね、キャップですね。で、ちなみにこちらショルダーバッグはラグアジムのやつです。はい、ということでこんな感じでーす。4コーデ目はこんな感じです。次、続きましてラストコーデのテーマは、日立海浜公園のネモフィラ。今すごいね、あの、満開の時期で、まあ、あの、すごい綺麗なお花が、超ね、公園いっぱいに咲いてるっていう、今めちゃめちゃね、話題の映えスポットがあるんですけど、はい、そこに行くというコーデです。もうそこに行きたくってですね、未だに行けてないんですけども、あのね、茨城の方にありまして、まあ、私横浜ということでね、まあ、そう簡単に行けないわけですよ。なので、今ちょっと、あの、妄想ということで、お願いします。まず、こちら。これはシーンでゲットしたパフスリーブのトップスですね。はい、これかわいいやつ。せーの。はい、ということで着たらこんな感じ。だからちょっと、あれ僕ね、K-POP アイドルにいそうじゃない？はい、こん
な感じで、下がこちら、こちらビゴーでゲットした WC のデニムスカートですね。デニム風スカートですね。めっちゃ可愛くないこれ。これ本当はセットアップで上にね同じ感じのジャケットがあるんですけど、これ下だけちょっと使います。はい、ということで履いたらこんな感じです。女の子みたい。ルンルルンルン。はい、そしたら上に羽織ります。こちら。はい、こちら H&M でゲットした、このね、ちょっとグリーンとピンクの、まあちょっとね、わかる人とわからない人いると思うんですが、まあゾンビーズカラーということで、可愛いですね。まあお花見に行くということで、お花カラーでもあります。まあちょっと丈短めのカーディガンですね。で、さっきのこのボーダーのやつと同じ形ですね。なんか今年すごい緑流行ってんのか、めちゃめちゃ店内緑まみれでしたね。はい、ということで来たらこんな感じです。かわちぃー。で、次がこちら。はい、こちらはですね、フィラの厚底スニーカーですね。はい、結構なんかごつい感じのやつです。3、はい、はい、ということでこんな感じです。めちゃかわいい。で、バッグがこちら、ビビアンのトートバッグですね。かわいいです。もうね、お花見に行けることをちょっと願っております。ちなみにこのビビアンなんですけど、こちらね、ブックオフで掘り出したものでございます。めっちゃ神的な掘り出しです。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は毎月恒例ファッション企画ということで、今月はルックブック企画、ゴールデンウィークのお出かけコーデ5パターンを紹介しました。いかがだったでしょうか。まあ、高校生になって初めてのねルックブックということで、まあね、いかがだったでしょうか。懲りずにね、これからも毎月ファッション企画やっていきますので、ぜひお楽しみに。そしてチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。春ってやっぱ楽しい。 Why do I make things complicated? Why do I lose all my control?I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.